それでは、最後に横山智信選手よろしくお願いします。皆さんこんばんは。まあ今年1年選手会長をやらせてもらって選手会長をやってない人には味わえないようなフロンターレの深さ、サポーターと一体になって何かを成し遂げるっていうようなことを一番感じることができました。特に自分が一番思い出に残っていることは陸前高田に行って子どもたちと一緒にサッカーやる、それを実行するにあたっていろいろクラブのスタッフの方だったりサポーターの方と一緒になって考えていくことができて、みんなで作り上げたっていうことを、選手の先頭を切ってやってこれたっていうことは、非常に自分自身いい経験になりました。プレーでは本当不甲斐ないプレーしかしなかったですけど、そういったところで少しでもチームに貢献できたかなっていうふうには思ってるんで、次行くチームで、そういう、選手会長としてできるかわからないですけど、この川崎で経験したことを、次に生かしていきたいと思います。正直ちょっと何も考えてなかったんですけど、あと一つみんなに皆さんに、謝りたいことがあって、だいぶ昔になるんですけど、自分が入団1年目に三冠で、助走して踊ったんですけども、あれは本当に、不甲斐ないというか結構準備不足もあって、100% の力を出し切れなかったということと、あと醜い姿を見せてしまったってことに対しては本当反省しています。気にしてないよ。最後になりますけれども、今日こうやって、寒い中ですけれども、皆さんの前で、お別れの言葉を、言えることを嬉しく思います。4年間でしたけれども、ありがとうございました。